どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、コーヒールンバー。はい、こちらの曲、西田幸子さん、有名ですけれども、もうね、いろんな方に歌われている名曲です。井上陽水さんとかね、荻野目洋子さんなんかでも有名ですけど、この曲はもう日本人にとってももう大定番曲ということです。思いっきり歌いましょう。もちろんガズレレでもこの曲一回取り上げてるんですよ、ガズレレ YouTube で。でも4年前ですんでね、今回さらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単にした2021年バージョンでお届けしようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でも超簡単にできる入門コード4つでいきます。はい。できますよ。ということで、まず最初シンプル簡単バージョンやります。後半はですね、あの独特のリズム感、ちょっとね、こう、ヴィンテージ感が出るとまた渋い感じなんで、そんな感じのイメージでかっこいいバージョンやってやってます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めよう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけで、どんどんウクレレ弾いて歌う弾き語りができるという、そのプログラムあるんですよ。もうちょっとしたらそのプログラム、ここにリンク貼るんですけど、ほんと楽器触ったことないです。今までもう私、音楽とかきっと私にはできる気がしないというそこのあなたでも、あっという間にできるプログラムですからね。もうちょっとしたらここにリンク貼るんですけど、そこに行ってもらって、上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当にすぐできますから、行きましょう。はい、音楽始めましょう。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレでめっちゃ簡単に弾けるようにレッスン動画がアップロードされてるんですけど、その数もう1500曲以上もアップロードされております。さあ皆さん、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではやってみましょう。コーヒールンバ、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1 2 1 2。昔アラブの偉いお坊さんが恋を忘れた哀れな男に、しびれるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。シンプル簡単バージョンをゆっくりやってみました。やっぱこの歌詞の内容を読むと、なんかこうね、こう映画の世界観みたいな感じで不思議な気分になる曲なんですけど、これね、やっぱ歌ってみるとわかると思うんですけど、歌のタイミング、すっごい溜めながら歌うというか、その辺がかっこいいところなんですけど、もうじっくりね、曲を聴いてですね、ちょっとなるべくその気分になって、演奏してみるのがいいと思います。まずこの4つ弾きで思いっきり歌う。ここから始めましょう。はい。で、今のバージョンはですね、1番こう繰り返し、1番をこうやって終わったという、最後のところだけ繰り返したというガズレレオリジナルショートカットバージョンなんですけど、後半はまた
さらにオリジナルアレンジでちょっとまた繰り返すような感じでやってみようと思うんですけど、基本ですね、曲の要素としてはこれで全部出てくるので、あと繰り返しみたいな感じでオリジナルで演奏してくださるのがいいと思います。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズと一緒に YouTube で一緒にセッションできるようになった方、次のステップはですね、やっぱご自身だけで歌ってみる、 YouTube と一緒じゃなくてね、その時にやっぱ楽譜を見て、最初のうちはやっぱりいずれ覚えちゃうのがいいと思うんですけど、楽譜を見た方がいいと思うんですけど、そう、じゃあその楽譜どうしようかということで、いつもねガズはですね、こんな風にノートに書いて、いるんですよ。これを見ながらいつも演奏してるんですけど、この後こうやって画面に映してシェアするんですが、今このサービス始まってます、ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のコーヒールンバを含むガズが今まで取りためて書き溜めてきたノート楽譜の中からお好きな曲を毎月5曲まで、毎月5曲ダウンロードしてすぐにこう練習開始できるという、画期的なサービスなんです。もうメンバー900人オーバーで、もうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとか、いろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次回のガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信の日程はこんな感じになっております。世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、 YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう、で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。コーヒールンバー、はい、2021年改訂版でございます。はい、コードはね4つなんですよね。これ嬉しいねということなんですけど、ちょっとここ見てください。イントロって書いてある。これね、今のシンプル簡単バージョンではやらなかったんですけど、これで簡単なんで初心者の方にもできると思うんですけど、後半のかっこいいバージョンではこれね、単音のメロディを弾くイントロをつけましたんで、後でちょっと解説動画見てみてください。今のシンプル簡単バージョンはここから始まりました。はい。で、今日はですね、簡単バージョンもかっこいいバージョンも入門コード4つなんで、これ結構初心者様は頑張っていけば、頑張れると思うんですけどね、やってみてください。後でも解説しますけど、出てくるコードもね、結構シンプルな方だと思います。はい、こうやって映していくんで、一時停止して書いていただく、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、あるいは、先ほど紹介したガズクラブで楽譜ダウンロードしていただくのもいいと思います。これ見てください、ここに点が書いてあるでしょ。これがヒントですよ。昔アーラブ、こっからリズム始まるよということで、これ結構ヒントになるんですよ。このタイミングを見てガズはこのコードを変えたりタイミングを測ってます。はい、今さっと映すんで、書いていってください。はい、じゃあ次の箇所、この星マークで、ここがね、盛り上がるところ、やがて心のところですね。はい。そしてここを最後のバースをこう2回繰り返して、今のシンプル簡単バージョンは、ここで終わりましたということなんですけど、かっこいいバージョン、後半やるかっこいいバージョンはここ行ったら、もう一回星へって書いてあるんで、ここのやがて繰り返して、もう一回ずらーってやって、最後の行を繰り返すという、そういうオリジナルバージョンでやってみようと思います。はい、出てくるコード解説。今日は入門コード4つですよ。とはいえですね、ちょっとこの E7 とか出てくるんですけど、まあ、Am と Dm と G7 と E7、この4つです。これは嬉しい。でも Dm とかね、ちょっとこれ、初心者の方、頑張ってくださいよ。このね、ここのところが指入れるの狭いですからね。これはですね、先ほどの入門レッスン、ところでも解説してるんですけど、一応、グループなんです。入門コードのグループなんで、これをシェアさせてください。ドーン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思う方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループです。これは必須ですから覚えてもらいたい。でも10個あります。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードですから、1個ずつ見たら押さえるのめっちゃ簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんのね、もう頭にスイスイ入っちゃうような動画を撮ってますんで、ここにリンク貼っています。このリンク先、必見です。これで今日は、まあ、10個も覚える気は今日はないですけど、でも流れで覚えちゃった方が結局いいと思うんで、いずれ覚えてもらいたいコードとして、今日はこのガズレレ必須コードをご紹介させてください。はい、そしてこれからかっこいいバージョンの解説に入ってきますが、いつもこのタイミングで言うんですけど、このね、今やった4つ引きで、歌をしっかり
かり自分のものにしてください。これやっぱりさっきも言ったんですけど、歌が溜めるんですよ、すごく。この溜めるところがかっこいいんで、やっぱりこう弾き語りっていうのは歌中心ですからね。歌の伴奏があって、歌が真ん中にあって、ウクレレが伴奏になってるわけですから、この歌を4つ弾きでしっかり感じ取ってください。でね、これね、コーヒールンバっていろんな方がカバーされてて、それぞれちょっとずつ歌い回しが違うんですよ。なので、皆さんの好きなアレンジでもいいと思うんですけど、やっぱり、こう、ちょっと溜める感じがね、いいんじゃないかなと思います。ちょっとガズのデモ演奏もちょっと気持ち溜め気味にしてるかなっていう感じなんですけど、まあもちろん皆さんのニュアンスで自分だけのコーヒールンバをこう作るのがいいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで、じゃあかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、コードは全く一緒。はい、じゃあ何が違うかというと、やっぱり弾き方になります。そういうわけで本日のリズムの弾き方、こちらドーン、レトロビートというリズムを使って、このちょっとねヴィンテージ感ある、曲をさらにこう、レトロなムードを高められるようになるのがいいんじゃないかなというふうに思います。レトロビートってどんなリズムか、ちょっと私が弾いてみます。ワン、ツー、スリー、フォー。これ、このレトロビートっていうので、この奏でるとですね、またさらにこの曲のね、輝きが増しますんで、ぜひ、取り組んでみてもらいたいんですけど、このね、レトロビートの弾き方、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からレトロビートというね、レッスン動画、リズムに特化したレッスン動画が上がってます。濃厚レッスン動画になってますんで、ぜひ、このリズムトライしてみてください。ちなみに、このリズムに取り組むためには、まず、8ビートのチャができてないと、これできないので、その動画内でも言ってますけどね、まずは8ビートと8ビートのチャが基本になりますということです。はい、ちょっと時間をかけてね、ゆっくりこのリズムものにしていってください。で、曲の中でですね、ちょっとキメが入ってきます。ちょっとやってみますね。A メロの一番最後のところですね。琥珀色した飲み物を教えてあげました。今のです。あげました、たったんたたたん、これですね。これは右手でこれでもいいんですけど、かっこよく決める、よりかっこよくするためにはと、カッティングを使うとさらにかっこいいです。カッティングを入れてみましょう。はい、今これ左手でこう弦を触れて止めてる、これをカッティングと言います。このカッティングで止めるとキレが出てくるんで、もしこれかっこいいな、やってみたいなと思う方はどんどんチャレンジしてください。これはね、先ほどのねリズム、いろいろここにリンク、レトロビートの弾き方っていうところのページの下の方にカッティングのやり方書いてあるんで、これ参考にしていただければと思います。はい、そしてもう一回ね、今のところやりますよ。琥珀色した飲み物を教えてあげました。この入れようかな。西田幸子さんのバージョンだと、ここ本当に無音になってるんですけど、ちょっとここパンって感じでボディを、手が痛くなるほど叩かないでくださいよ。ポンと叩いてあげる。ポン、そしてやがてとこう入っていくのがいいかなと思います。あやけましたやがてみたいな、こんな感じでこうコツンとこう叩いてあげると、こうなんかノリがキープされるかなと思います。と、はい、この曲はね、ほんとシンプルで、ここのところだけですね。あとは止まるとかそういうのありますけど、レトロビートでまったりいって、そこのところでジャッジャッジャジャジャッパンみたいな感じ。はい、そこでメリハリをつけていきましょう。はい、そしてさっきも言ったんですけど、かっこいいバージョンでは何、イントロのフレーズ入れちゃいます。ちょっとやってみますわ。ひとまずね、ワン、ツー、スリー、フォー。これやりたい。これね、ベースが入ってるんですよ。これはね、西田幸子さんアレンジなんですけど、ブンツッタブンツッタバンツッタンツッタブンツッタバン。これはかっこいい。どうやってやるかというと、まず2弦の、2弦ですよ。2弦って一番下の上の段目。ここの、2弦の5フレット、3フレット、1フレット、0フレット。この順番で、5、3、1、0、はい、こんな感じで、テロップで書くとこうなります。楽譜に書くとね、これ矢印マーク最後0の前に入ってますよね。これシンコペーションという意味で、これシンコペーションっていうのはこのマークね、これはリズムが前にズゴンと食い込んでくるよというふうに出てくるリズムの、まあガズレレならではの表記なんですけど、ちょっとこの楽譜見ながらやってみましょう。まず2弦の1、2、3、4、5、3、1、0、5、3、1、0、こんな感じです。ゼロがちょっとスコーンと前に入ってくるでしょ。はい、もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。ゴー、オー、サン、サン、イチ、ドーン、ゼロでしょ。ゴー、オー、サン、サン、イチ、ゼロ。はい。
このたったこれだけなんですけど、これがね結構味があります。で、今みたいにドーンヨン、まずこれでいいと思うんですけど、ちょっとツーなやり方いきます。そうする、ちょっと細かいところですけど、よく聞いてると分かってます。ワン、ツー、スリー、フォー。わかった？これズーパッチャプーパッチャプーパッチャっていうのをちょっと掴んだりとか、ボディをカツッとちょっと軽く叩いてあげる。軽くね。かっこいいですね。これウッドベースっぽい弾き方っていう感じかな。まあ、あのこれベース音はなかなか出ないんですけど、雰囲気これをちょっとこれボディヒット入れて、ドンカツドンカツドンカドンカですね、相当マニアックで、ね、難しいと思うんですけど、ちょっとね、ガズさんのテンションを上げるためにちょっとかっこいいバージョンでは今の弾き方をしようと思うんですけど、これ皆さんまずはタン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 伸ばしていいですよ。はい、このゼロフレットだけシンコペーションって、それができるんだったらドーン、はい、ボディをちょっと叩いてみる。こんな順番でやってみるとまたこの世界観が高まるんじゃないかなと思います。そしてさっきも言ったんですが、かっこいいバージョンは一回一番全部終わったらまたやがて心に戻ってもう一回やるというちょっとしたロングバージョンになっておりますので、そこら辺をちょっと確認しながら、思いっきり歌っていきましょう。もちろんさっきも言ったんですけど、歌詞の内容が結構こうなんかね、どんな世界観なんだろうって思うんだけど、なんかねこうワクワクさせてくれるような、もうなんかもう僕もしかもコーヒーがね大好き、もう絶対毎日飲むんでね、もう引いて飲んでます。だから、ね、コーヒー好きはこの歌歌って楽しんじゃいましょう。はい、それではやってみましょう。コーヒールンバガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。歌うぞって感じなんですけど、まあコーヒー飲めない方もね、もう歌で楽しむ、このアロマとかね、この南の国の情熱のとか、なんかすごくこういろんなコンガとかマラカスとか、もう何、アラブとかルンバとか、もうすごいもう世界旅行みたいになってますけどね。まあとにかくこの曲って暗いコードなのになんかワクワクさせてくれる楽しい、不思議な魅力の曲です。皆さん思いっきり歌っていきましょう。さあ皆さん、自分で音楽をこのね、自分でやるというこの楽
楽しみ、この周りの方にもこの楽しさぜひお伝えください。その時にね、ガズレレ YouTube チャンネルぜひご活用くださいね。ここチャンネル登録とかいいねお願いします。そして皆さん、新しいガズルの本が、ガズレレの本が出版されます。ガズレシピ、これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で表示されてた楽譜がそのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですので、ちょっとご確認いただきたいんですけど、ここに、紹介している動画貼っときますので、ぜひご覧になってください。そしてですね、いつもガズが使っているこのガズのわがままウクレレと、再販売開始になりました。これガズの、これね、とってもリーズナブルで弾きやすい、初心者様の最初に一歩にもいい、初めてウクレレ、これ2つのウクレレ、この辺のことをぜひともね、これチェックしてもらいたいです。めちゃいいウクレレですからね。はい。そしてね、今回新たに G プレイズという新しい取り組みを始めております。これ飲食店さんだったり、宿泊施設だったり、もうあらゆる小売店さんまにちょっとご注目なんですけど、このガズの初めてウクレレやわがままウクレレを試奏できる場所としてとか、販売していただける場所という、もう人が集まる憩いの場所ということもあり、でこのガズレレにでも少しできる、なんかこう社会貢献というか、その売り上げもね、そういうところに還元できればいいなというふうに思って新しく始めてるサービスなんですけど、ちょっとそのご案内も概要欄貼ってますんで、ぜひご覧になってください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。